グランディ軍はアメリカ合衆国テネシー州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は13,703人であり、2000年の14,332人から4.4%減少した。軍庁所在地はアルタモント町であり、同軍で人口最大の都市はグルエットリラーガー市である。軍名はアメリカ合衆国司法長官を務めた。 フェリックス・グランディにちなんで名付けられた。グランディ群にはいくつかの小石鉱山があった。小石は弾薬の主成分であり、ホラー穴の土を越して得られた。ファルツ小石洞窟はファルツ工部にあり、ハバード小石洞窟はハバード工部にある。どちらもかなりの採掘が行われた。ウッドリー洞窟はノースカッツ工部にあり、やはり小石の採掘が行われた。 小石は、米英戦争と南北戦争の時に採掘され、洞窟によってはそのどちらかの時代、あるいは双方で採掘された。ジェームズ、K、シュック学校、グランディ軍で放火によって焼かれた多くの建物の一つ、グランディ軍は放火が多いことで知られてきた。トレーシーシティの事業地区は1935年4月27日の強風の日に火事で10棟の建物が消失し、 壊滅状態になった。トレーシーシティエル &N 鉄道駅は建設から一世紀後の1971年8月24日に消失した。保安官は1971年にそれ以前の火事21件が放火による疑いが濃いと報告した。ジェームズ軽宿学校は建設から86年を経た1976年5月頃に火事で焼けた。新聞社も 例外ではなかった。グランディカウンティタイムズは1917年に焼け、ヘラルドの事務所は1967年に爆発し、1978年には放火で破壊された。グランディ軍庁舎は建設後105年の1990年5月3日に放火で消失した。破壊者によってはダイナマイトを使っている。1960年代から1970年代。 4件のダイナマイト爆発で浄水場、木材を置きは病院を破壊、または損傷させた。廃校になっていた軍の学校の場合は保険金の取得が困難になっている。当時の教育監督官、グレン・ボナーは校舎が空き家になった途端に暴音だ。と語った。テネシー州総査局のビル・トンプソンはこれらの犯罪などについて問われた時、グランディ軍に 他の田園部軍と大した違いがあるとは言えない。ここには多くの善良な人々がいると語って問題をやり過ごした。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は361平方マイルであり、この内陸地361平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.16%である。軍内には、 美しい景観と多様さで有名なファイアリー・ンィザード・トレールの多くが入っている。ワンダー洞窟はカンバーランド高原の麓、レインズ工部の北側にある。1897年にロバート・エー・ネルソン、メルビル・アンダーソン、ウィル・フィッツ・ジェラルドが発見した。彼らは大きくよく知られた泉に隣接する小さな入り口から張って入った。1898年、この洞窟を r m ペインが買収し、入り口を広げ、道を作り商業洞窟として一般に公開した。ワンダー洞窟は80年間近くも観光地になっていたが、週間高速道路の建設により、古い幹線道だった、修道41号線から観光客が外れ、洞窟も閉鎖された。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ケーブソブ、チャタヌーガバイラリー・イー・マシューズ、エイプリル2007、パブリッシュドバイザ・ナショナル・スピーィアロチクル・ソサイティ、ISBN 978から1から87万9961から27から2、C ・チャプター9、ワンダー・ケーブ、ページーズ161から1784、A Complete History of the Cave, Including Numerous Photographs and A Location Map ありがとうございます。